少しだけ様子を見るつもりだったんだが。いいのかい？アフターアイドルなしでいきなりエンジン切って。よくはないでしょうけど、プラグの夜景を見たくて。アイドルで回してると被るってわけか。被り気味に見えるけど。うん、まだ足りないってことだな、踏み込みが。あ、わかりました。さすがに鋭いですね。6本とも綺麗に同調して同じように焼けている。この Z っていつも6番が焼け気味だったんですよ。自分でいろんなセッティングしてきたけど、ただの一度だって6本が綺麗に揃ったことなんてなかったのに。すごい人たちですよ、北見さんや富永さんって。本当エンジンと話ができるんじゃないかって思うくらい。だがまだ乗りこなしてはいない。ですよね。やっぱりギリギリのセッティングなんです。少しでも気を抜くとこいつが振り落とそうとする。とんでもないジャジャ馬です。そっちも富永さんがリセッティングしたんでしょ。その割には全然踏んできませんでしたね。なんからしくなかったな。今更ですけど、また一つこいつのことが分かりましたよ。あれこれ自分でやってたセッティングがまるでこいつを虚勢するようになってたってこと。少しでも長く走れることを望んで、どこかでセーブして危うい過激なセッティングを意識的に避けていたんです。でもそれは Z の本性じゃない。今だけを、いつもその時だけをマックスで走る、それが Z なんだって。今夜はどうしますか？僕は今から横羽線を上がり C1 に。わかった。乗りこなしていく。確実にその危険なマシーンを。どうしてそこまで信じられる？なぜそこまで気持ちを持っていける？俺はダメだ。フラットレーシングの 33R と走って以来、どこか流れが変わってしまった。挙動が安定しない。わけは簡単だ。コーナーも直線も踏み切れていないんだ。ほんの少しアクセルを戻している。完全なオンで回っていない。俺はもうこのマシンを信じていけないのか。離される、ついていけない。その走りにバラバラと音を立てて、走りに対するモチベーションが崩れていく。あまりにもあっけなく。初めて取材に行ったのは大学を出たばかりの時、チューナー対抗矢田部最高速トライアル。そこで黒木さんと？ううん、実はもっと前に一度だけ会ってるのよ。どこで、いつ？それより3年前かな。六本木、タカが大学3年で私が2年の時。人数合わせで呼ばれた合コンでね、タカもそういう都合で呼ばれてきてたらしくて、二人だけ完全に浮いてた。車で来てるって言ってお酒も飲まず、ろくに話もしないで。後で話したんだけど、タカったらその時のことまるで覚えてないの。すぐ隣に座ってたのにね。で、一次会が終わってタカは帰ろうとしてた。私勇気を出して言ったの、送ってくれませんかって。悪いですけどそういう車じゃないんで。タカの目は急いでいたわ。私は意味もわからなくて、ただショックで。でも今ならわかる、そういう車じゃないって。あの後タカは一人で湾岸あたりに出たんでしょうね。でしょうね。あの時すでにタカの心はチューニングカーに奪われていたのよ。
どこだ、どこにいる。私、タカと離れていた2年間、仕事は充実していたけど、なんだか違うものを見ているようで。わかるな、私もそんな気持ちになることあるもの。行くか止まるか、普通の人間には理解できやしねえだろうが、俺たちには結局この2つしかないんだな。行くと決めた以上、とことん行くだけだ。失いたくない、守り続けたい。このまま少しでも長く今のままでいたい。お前も俺たちもどこかでそれを望んでいた。だがそんなものはもうあの Z じゃない。何よりも Z 自身が望んでいないことを俺たちはしようとしたんだ。分かりすぎるほど分かっていたくせにな。ただ頭でそう分かっていても、目の前で Z が傷つくのを見るのが怖かった。無意識に守ろうとして目をそらした。まっすぐ見ていたのはただ一人、レイナだけだった。Z は走りたいんだ、アキオ。これだけスピードに飢えている車はいない。それを限界まで引き出してやることが俺たちの務めなんだ。そしてそれができるドライバーは Z に選ばれたお前だけだ。会えたわ。やっぱりね。気持ちブーストの立ち上がりが悪い。吸気温も高すぎるし、思ったより油圧も低いか。走れば走るほど全部やり直したくなる。パーフェクトには程遠い。だが今夜会える、絶対に。あとはタカね。会えるかな、そんなにうまく。会えるわよ、だってそういう夜だから。互いに呼び合って会えるべくして会ったのよ。彼も今この場所が自分の場所なんだわ。立ち止まれば、それはもう Z じゃない。たとえ今夜限りでそのエンジンが息絶えても。必ず会える、近い。これほどヒートする人間だったんだ。つくづく思い知らされるよ。俺はこういう命を削るようなやり取りを望んでいたんだと。そして君もだ。ハンチングなし、油圧安定、垂れなし、油温 OK、 水温、排気温 OK、 AF 値ベスト、加速が伸びる。完全に Z を射程距離に捉えた。ダメ、タイミング外した。ワンガン入っていきなりだもん。もう追いつけないよこれ。大丈夫、